どうも皆さん、チャオモカです。2026年は1000年後のテクノロジーを手に入れた新たな世界になるのかもしれません。12月23日にやりすぎ都市伝説2022の冬があったということで、今回はこのやりすぎ都市伝説の中からちょっと僕が個人的に面白いなと思った部分をお話ししていきたいなと思うんですけど、今回メインで話していくのは宇宙とか宇宙人についてというところになるんですが、それプラス2025年に来るとされている大災害ですよね。まあ大災害なのか大災難なのかっていうところではありますけど、以前にも動画にした辰木亮さんの私が見た未来っていうところでは、2025年7月に大災難がやってくる、そういったことが予知夢で見られているところではあるので、結構この2025年というところは鍵になっているわけですよね。世界中の予言者たちが2025年が危険だと言っている。それは一つの分野とかではなく、様々な業界でこの2025年というところが一つの危機として言われているんですよ。じゃあそんな2025年に一体何が起こってしまうのかっていうところですけど、世界の預言者が警告する2025年危機、その救世主は、2025年に起きるとされている太陽の表面で起こる大規模な爆発、太陽フレア。その最大被害想定を総務省が発表したらしいんですが、それによると世界中で大停電や通信障害が起きるとされているんですね。世界的な大預言者でウクライナ侵攻を予言したババ・バンガ氏は、アジアを中心とした大地震や大災害が起きると予言していて、さらにヨーロッパでは過疎が起きると予言しています。そして元 FBI 捜査官のジョー・マクモニーグルは、アジアを中心に大水害が起きると予言しているんですね。それぞれ内容は少し違うんですけど、この2025年に危機が来るということをいろんな予言者が予言しているんですよね。じゃあそんな2025年にどういったことが起きてしまうのかというと、そこについて番組内で紹介されていたのが歴史の80年周期説。これは歴史が80年という周期で繰り返されているのではないのかっていうものになるんですけど、1865年には南北戦争が起こり、その時の死者は約60万人。それから80年後の1945年には第二次世界大戦が終戦し、その死者は約6000万人なんですね。この時に80年前の南北戦争から100倍の死者が出てしまっているっていうのが一つポイントになっているんですが、ここからさらに80年後となるのが2025年なんですよね。この80年周期説が正しいのであれば、2025年には大きな争いにより死者が60億人になってしまうのではないのかっていうふうに考えられているんですね。1945年の約6000万人からさらに100倍にした60億人、これだけの死者が出てしまったら人類滅亡の危機なのではないのかっていうふうに考えられるんですけど、ただこの歴史の80年周期説では人類が滅亡するとは言われていないんですよね。つまり何らかの方法でこの2025年の危機を人類は乗り越えることができるっていうふうに考えられているんですよ。その何らかの方法というのが救世主の登場なのではないのかということで、その救世主というのが宇宙人なのではないのかっていうふうに紹介されていたんですね。そこで登場するのが UFO のタイムマシン説。宇宙人が実は宇宙から来た生命体なのではなく、1000年後の未来から来た未来人なのではないのか。現在の軍の熱感知レーダーや探知能力は飛躍的に進化しているため、 UFO の軌跡も今までより正確に追うことができているんですね。そしてその調査によると、 UFO の性能は時速2万km、推進装置や翼もないのに空中を自在に移動し、地球の重力を遮断することが可能なんですね。この UFO の性能に対して技術者たちは1000年先のテクノロジーだっていう風に言っているらしいんですよ。この発言からも未来人が1000年先のテクノロジーを使って UFO を動かしているという可能性が高くなってきているんですよね。さらに大災害のたびに UFO が目撃されることが多いということで、人類が滅亡しないように見守っているのではないのかっていうふうにも考えられているんですよ。じゃあ宇宙人の正体が宇宙から来た生命体ではなく未来から来た未来人なのだとすれば、 UFO はどこからやってくるのか。 UFO といえば宇宙から地球
に来たというイメージがあるんですけど、実はこの UFO は最新の調査によると宇宙から来たのではなく海から出てくるというふうに考えられているんですよ。番組の中では実際に海に UFO が消えていく映像が流れていたんですけど、その映像からも考えられるのが UFO の基地は海底にあるのではないのかということで、人類は海底のことに関して 95% 分かっていないんですよね。そうなるとこの 95% の中に UFO とか未来人、宇宙人につながる何かがあるという可能性は十分あり得るんですけど、実はこの 95% の未知の領域をすでに知っている国が存在するらしいんですよね。それがアメリカということで、今までの UFO の正式名称は未確認航空現象を表す Unidentified Aerial Phenomena の頭文字を取った UAP だったんですが、2022年7月から未確認航空宇宙海中現象を表す Unidentified Aerospace Undersea Phenomena の頭文字を取った UAUP に変わったんですよね。新たにこの海底という文字が加わったことによって、実はアメリカは海の中にいる宇宙人とのつながりを持ち始めたのではないのかっていうふうに噂されているんですね。もしかするとアメリカはすでに海の中にいる宇宙人たち、千年先の未来人と交流を持っていて、2025年の危機を乗り越えるために必要な技術や知識を提供してもらっているのかもしれません。それによって人類は2025年の大災難、大災害を乗り越えて、2026年は千年先のテクノロジーを手に入れた新たな世界が始まっていくのかもしれないんですね。はい、今回はやるすぎ都市伝説の中で話されていた宇宙人の正体や2025年の危機につながってくる部分についてお話をしました。まあ今回話した内容に関しては番組内の一番最初に話されていた部分ではあるんですけど、他にもこの宇宙につながる部分とかもまた別の動画でまとめていこうと思うので、ぜひそちらの動画もチェックしていただければなと思います。ということで今回で良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。その他次の動画でしましょう。